知りたいです。一人旅におすすめっていうのがちょっとわからないのですが、こう私はこうみんなで行くような場所も全然一人でも行けていたし、ここは一人はちょっときついなっていう場所はあまり記憶にないので、そういう一人旅向きというのはわからないのですが、そういう一人旅の時におすすめだったのが、こう観光地とかではなくって泊まる場所をこういいホテルとかにするというよりかは、ドミトリーだったりあとはゲストハウス、最近では日本でも結構増えていると思うのですが、ゲストハウス、ドミトリー、まあ、そういうこうなんていうんだ、あの安い価格で一つの部屋に何人かで一緒に泊まったりとか、ランクによって一人部屋もあったりする場所もあるし、二人部屋だったり三人部屋だったり、私は多くて多分10人部屋みたいな感じで、こう2段ベッドがたくさん置いてある部屋ですねに泊まる。でそういうところに泊まると、みんなが一人旅を目的にこう集まってきているので、なんか情報交換をしたりとか、ご飯の時も大体こうみんな一人でこう来るので、そこで、あ、どっから来てるんですかとか、今日どこ行くんですかとか、やってるうちに、こう、徐々に仲良くなって、で、あ、朝ごはん一緒にちょっと食べに行ってみようよとか、ここが良かったから行ってみなよっていう感じになったりとか、そういう出会いが本当に多かったので、海外でも私は日本でも泊まったりしたことがあったので、本当にあの人と関わるのが好きな場合はおすすめです。であの日本でもいろんな、コロナ禍になる前の話なので今はわからないですが、いろんな国の方がこうそこに住んでいて、もうね、毎日夜はみんなでご飯、誰かがその国のご飯を作ってくれて食べたりとか、なんかみんなでトランプとかしたり、本当に楽しかった。海外でももちろん楽しかったし、日本でもすごく楽しい思い出なのでおすすめです。で、場所は楽しかった場所は、日本ではもうね、どこも楽しかったな。行った場所で、あ、ここはもう来なくてもいいかなっていう場所があまりなかったので、もうなんか行ったことないところはいろいろ行ってみるのがいいかなと思うんですけども、あの現地の方と触れ合えるとなお楽しいですね、って思います。観光地だけではなくって、ちょっと地元の方を見てみて、そこを楽しむという感じで、
御朱印帳を買っていろんなお寺を回るというのが、もうなんか集めることが好きなので、まあ、そういうこととかも楽しかったりしました。でまだ行ったことなくて行ってみたい場所はたくさんあるんですけども、アジア圏の旅行は行ったことがないので、タイとか、あとはベトナム、まあ、両方ともタイ料理とベトナム料理が好きという、まあ、安易な考えでなんですが行ってみたい。あとは南米も行ってみたい。南米はなんかこう視覚からハッピーになれそう、明るい原色の色合いの建物とかがたくさんあって、そういう陽気なオーラを出す人たちに触れ合って、この日本でいるこの今の私の価値観を拭い去ることができそうなので、南米に行ってみたいです。はい、では次の質問は、好きなアーティストやよく聴く曲が知りたいです。
ごいへこむんですけど、まあ、へこんでてもしょうがないので、あ、どうしてこうなっちゃったと、あの、いつどの時にこうしておけばよかったのかとか、ちょっと振り返って、で、やっぱりあの、大体すごいへこむ、失敗しちゃう時はこう相手がいることが多いので、まあ、その相手に信頼を失わないように、こうでそれを伝えるようにして、で、こう解決策もちょっと次はどうしたらいいのかとか考えて伝えて、で、後々考えるとなんか成長してたりするんですよね。そこでもっとこうしといた方が良かったって気づけて、で、改善点を見つけて、で、良くなっていくという感じが割と仕事では多いので、へこむ、よし、成長時だみたいな感じになってます。で、本当に最近は人間関係の悩みが全然なくて、これは自分のが年を取ったからなのか、考え方がこう丸くなったからなのか、それとも本当にみんな偶然自分に合う人ばかりの場所に恵まれているのかわからないんですけども、こう人間関係であの人が本当に嫌だとか、まあ、そう、あの人にこれ言われてるかもとか、そういう感じのことがないので、そういうことでネガティブになることはあんまりないんですけども、あの、知らない人たちとか私のことを知らない人に何か言われてるとかは全然気にならないですね。なのでネガティブにもならない。全然知らない人が、私のことを全然知らない人が、なんか例えば勝手に批判してたとしても、そこはへこむ必要がないと思ってるので、へこんだりも最近はしない。若い時はね、なんか悪口言われてるとかそういうのも気になってへこんだりとかたくさんしてきたと思うんですけども、そういうことも最近はなくて、なのでこの対処法っていうのが、最近へこむのはやっぱり仕事の失敗が一番大きいので、そういう時は先ほどのように、まあ、へこんでてもしょうがないっていう感じで、なんか前向きにそこは捉えて、まあ、分かってくれるって、相手もこう自分が、あ、失敗したって終わりにしていたら終わってしまう関係だったりとか、失う信頼もあると思うんですけども、そこで動くしかないって思ってるので、まあ、そんな感じで対処していて、でももっと、もうそういうことじゃない、もっとなんかこうショッピングとかそういうので何かという感じで言われたら、映画を見るかな。映画を見て、あの、狭い考え思考だけではなく、こう広く客観的に自分を見て客観的に物事を考えられるようになるのが映画だったりするので、映画を見たり、あとは、美味しいものを食べるとか
国内の場所、四国とか九州とかに行ってみたいです。それでは今日はこの5つの質問に答えさせていただきました。また続きも取って全部の質問に答えたいと思っていますので、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。また明日。